どうもデッシーです。お世話になっております。ドラクエ6続きをプレイしていきます。ミラルゴ戦ですね。どうしたもんだかと。で、一旦ちょっとバーバラを転職させます。テッシーを転職するかどうかはちょっとステータスを見てから考えます。どなたが変わりたいのじゃあ。バーバラが今撫でるのはどうしようか。僧侶ですかね。そうしましたら、まあ、結局、前も言いましたけど戦士タイプか魔法使いタイプかってことになってくるんでね。テッシーが武闘家になると、あ、 HP 減っちゃうんか。攻撃力も下がるね。守備力も下がるね。素早さがやっぱり上がるという感じか。ちょっとこのままで一旦はいきます。で、試してみたいのが一つありまして、魔法ターンですよね。あれやってるから結局、まあ、魔法トーン入るか入らないかちょっと試してみたいかなと思うんですよね。魔法トーンが入ってしまえばもうこっちのもんですから。ちょっと待ってください。すいません。アモールの水使っちゃったんですよね。買ってくるか。ドッキス草は使わなかったですね。全然満月草も全然使わない買ってくるか。あれ、上の世界のアモールって出ないんだ。仕方ねえな。ハッサンどうせ使わねえからな。 HP どうなんだろう。あいつ自動回復とかしてんのかな。まあしてるとしても結構ダメージちゃんと毎ターン与えてたんで、単に足りないだけ攻撃、まあ、単にこっちが耐えられてないだけの話なんですよね。でもうちょいだとは思うんですけれども、スクルト結局2回入れたけれども結構食らってましたもんね。魔法トーンやっぱ入れられるかどうかですかね。で、全然入んなかったら仕方ないですね。バロモス戦とかちょっと思い出しますね。あん時、そう、バロモスに魔法トーンが入るっていうのが途中で、まあ偶然分かったんですよね。それでそっからちょっと作戦変えてみたいな感じでやってたので、まあこれも魔法トーンどうかね強微妙出す微妙出すな強するかどうかは微妙ですね。まあただやってみる価値はあると。おー、バーバラいいね。バーバラも褒美覚えてくれるとすごいもっと楽。どう、あ、それで見たのがギラか。
ザキとかねやったら魔法ターンで死んだらやばいですからね。ニフラムって使えるのかな、普通の敵に。なんかゾンビとかを消すイメージがありますので、まあ行ってからじゃないとちょっと分かんないですね。魔法トーン入れないことにはちょっと全然歯が立たないんで。ボワン前もこの組み合わせでしたけれども、なんか決まってんすかね。ハッサンとチャモールには化けないっていう、絶対あの二人には化けたくないと、そんな嫌かと。すごいね、やっぱモドキホイミ使えるからホイミ使ってるんですよね。よし、ナイス。お、免許回転、巴投げの得意。あれ、これハッサンも、まあ、まだですね。もう一個ありますね。怖い。スライムつむりかわいいね。どうした、二人に挟まれて。うわー、かわされた。稲妻、その顔で稲妻やるんかい。お、ちょっとやばいか。大丈夫ですね、これで。よし、倒すと。踊るような足さばきを始めてすぐ殺されるって、全然避けてないっていうね。かまいたちが通用するっていうわけですか。ははは。この AI のいいとこがそういうとこなんですよね。本当に前から言ってますけど、相手に効くやつをやってくれるっていう。レホイミレホイミ、こんな感じでしょうか。いやー、ミラルゴまでの道覚えましたわ、ちゃんと。もうキメイラから行く。コラウォーカーは黙って稲妻やってりゃいいんですよね。なんかちょっと調子に乗って踊るような足さばきを見せてみたとかね。あれはいらないっすよね。仲間だったらそう思う。格闘パンサーとかね、ほら やってるけど全然避けてないっていうね。まあ一人だからいいですけど、仲間誰かといって、お前黙って稲妻やってりゃいいんだよって絶対言われますからね。よしよしよし、まあ、ミラルゴですわ。怖いな、どうしよう。まあ、どうしようもクソもないですけれども、ちょっと今回は実験的な意味もあるんで怖いんですよね。その例えですよ、魔法トーン入ったと、まあして、もう攻撃力が結構強かったですもんね。そういうとこなんですよね。まあ後からスクルトで上げて、まあどうすするかってどうすかね。地味に頂上まで長いんですよ。10分ちょいぐらいですか、かかるのが。まあでもね、その間も徐々に強くなってるんで、それは間違いない。
よしよし、風船ドラゴンは燃え盛る火炎がちょっと怖いかなって思ってまして、なんでみんなそっち行くの。よし、アモスくーよーしよしよしよし、お、ビギダマルーラオッケーと、ここですね。よし、今度はちょっと考え変えてきましたよっていうことでね、ずっと待ってくれてるんですよね。ここで行くべ。まあ、とりあえずもう一旦目は攻撃か、魔法ターンより前にやっても意味ないですからね。はやぶさ、うわ間違えた、やっちまった、命令させる方だや、してないから、うわ、まあまあええかね、こういうことがあるんでフィールドマップで作戦を変えといた方がいいということですわ。とりあえずここもはやぶさ切りで聖剣好きで、まあ、ここ攻撃か、ランプの魔王攻撃、ランプの魔王じゃねえや、ランプの魔王は全然まだ先、気合いためしか覚えてないですもんね。まあここで敵を消し去るって聞くかね。お、光の壁消えた、これで魔法ターンが消えたわけですよね。で相手の出方よ、問題はここで魔法トーンやってもいいんですけど、また間違えた、あれミラルゴさん、ミラルゴさんちょっとやばいんじゃない、その作戦は。あれ、これもしかしてやっちゃったパターン。うわー強い、これでチャモロが消えたらチャモロがゾンビっていうことになりますけどね。これでさ、これでまた張ってきたらやばいっすよ、ミラルゴさん終わっちゃいますよ。うーわ、そういうことか、そういうことっすか。超楽ですねこれは。もうでこれでもう2札もやっとけばいいわけ。ここでビギラゴン来ると怖いのか。でこれで、あ、やってこないっすね。それとも今のターンではもうメラミやることが確定してたからということかもしれないですね。スクルト入れとくか。結構魔法ターン率高いのかな。やばいねこれ、ええわこれ。ちょっと魔法トーンやるまでもないですね。攻撃で、うわー、そうここでベギラゴンやられると厳しいんですよね。これで次全部回復しないといけないわけですからね。アモール、チャモロで
ゲントの杖は発散、いや、ちょっと待て、あれ、ゲントの杖は発散ですね。そうか、ずっとできるわけじゃねえのか。ここがミソだな。なるほどね。ビギラゴン、それで連発してきたのか。やばい。ここでベギラゴンやってきたら怖いんですよね。どう、うーん、なるほどね。ちょっと防御しときますか。ああ、そっか、もう、なるほどね、魔法ターンやるから、ちょっと地味な戦いですけど、これで行くしかないかな今のところは。あー、間違えた、うわ、まずい。これで徐々に遅れてくるわけか。なるほどっすね。でスクルトですね。こっからがじゃあ本番みたいな感じなの。でこれでランプの魔人なんか相手してらんないですからね。おおっ、勝ったバカが。調子に乗ってっからそういうことになるんだよ。ザキザキで、お前しんどけマジで。アモスナイスですわ、やったぜおい。ふう、魔法トーンはちょっと入らなかったですけど、まあよかったです。嬉しい。あ、これでミレイユも魔法使いマスターしましたね。俺も勝てるとは思わなんだ。で、夢の中から消えると。で、こんなとこもう夜ないですからね。あ、で、ちょっと気になったのが、一つ宝箱をです。それをなんか取り忘れてるっていうか、すぐ近くに見えたんで、それだけちょっと回収していこうかなと。やっぱりなんていうか、見えちゃったもんは取るしかねえだろうと。また閉まってんのこれ。多分ここからじゃないの。ここから後ろに、ま、あれ、ちょっと待って、あれどうやって取るの。こっからか。うわー、どうしようこれ。いやー、好き、変身でもしとく。なんかザラキ、ザオナル、なんかですよね。
マヌーサか、スクルトか。うわ来たよ、ほらそこはもう攻撃しなくていいって、燃えって、そこは全然マヌーサやんない、遅いわ本当。でまあ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 、おお、すげえアモス、すげえ、これちょっと感動。じゃあ回し蹴り、ちょっと待って、もうええわ、もうガンガンでいいっす。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、おお真空波ってのやってくれるんだ、へえ。マヌってでも結構当たりますね、50% ぐらいなんでしょうかね。ちょっと時間かかりますけれども、ご了承ください。ちょっとミラルゴを倒せたんでお願いします。あの上に見えてた宝箱のことです。ちょっともううわこいつはもうええわもうあれがどうしても気になっちゃう。ちょっともう左行って取れなかったら、左行って取れなかったらもう取らないっす。あんな宝箱ある？普通これはね、そしたらもう相当いいもんじゃないとこれ納得いかないっすね。そうじゃないとこっち行ってないですもんね。これ相当いいもんでしょこれ。なんねこれ、上行って、あーもう S、 もう帰ります。くー、まあちょっと気になる方はね、攻略のサイトかなんか見てコメント欄とかに貼っといていただけると嬉しいかなと。なんとかでしたみたいなね。はい、ということで今回ミラルゴなんとか倒せましたので、次回本城に行きたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。